おはようございます。やんちゃです。2022年4月1日金曜日の朝です。タイマー、はい、よし。いやー、息が白い。嘘でしょ。嘘だと言ってほしい。寒すぎませんかね今ね。 9.3 度だって。いや、4月ばかってね。この気温が嘘でしょ。昨日の回だってあれですよ。なんかカメラが熱でもう撮れませんとか言って中断された回なんですよ。しかも昨日この温度計、これちょっと日向に置いといたのも悪かったかもしれないんですけど、最終的に33度とか指してましたからね。なんでそこからなんでこんなに寒いのかわからん。いやー、笑いますね。笑うしかない、寒すぎて。はあ、どうなんですかね。4月に入っちゃいましたけど、まだこんな感じなんですかね。ずっとそのあったかい、あったかいっていうか、もう昨日は暑いですよね。暑い寒い暑い寒いみたいなことをするつもりですか、4月に入っても。そう。いやー、こんな国ある。他に。私外国の気候について全然知らないですけど、前日が33度だったのに9度になる国とかあるのかな。日本ぐらいなんじゃないですか、下手したら。だからこの北からの空気が流れてきてる日は寒くて、南からの空気が来てる日は暑いとかっていうような話だとは思うんですけど、なんか日本ってそういう、なんて言うんですか、北とか南とかの板挟みになってたりとか、あと何ですか、まあ海に囲まれてるっていうのもありますけど、海流とか、海のね、海流とかもいろんな海流があったりとか、あと何ですか、4種類の、地底のプレート、プレートが集まっているところだから、地震が起きますとか、何かとこう世界のいろんなものが集まって大変なことになっている国っていうイメージありますね。はあ、まあ面白いですけどね。はい、そんな感じでした。なんかエイプリルフールってもうなんか割と廃れてませんか。わしのツイッターにはほとんど流れてこないですね。いや別にわしはあれですよ、ツイッターで人をなんか何ですかね、リムーブしたりとかブロックしたりとかミュートしたりとかはしないんで、わしがタイムラインをなんだろう、コントロールした結果そうなったわけではないとは思うんですよ。自然にエイプリルフールが廃れてるだけだと思いますよ、多分ね。はあ、まあそうなんですよね、エイプリルフールもね、割とちゃんとやろうとすると難しいっていうか、うん、なかなかね、人を騙すのは難しいっていうか、なんだろうな、人を騙すのに一番難しいこと
は何かって言ったら、その誰かをその信じ込ませてその誤解させるっていう部分が難しいわけではなくて、その嘘をついた自分と向き合うということが難しいっていうかあのよくあの嘘をついたらなんか墓まで持っていくっていう表現ありますけど、墓まで持っていくのは結構難しいっていうか辛いことなんじゃないかなって思うんですよね。うん、なんだかんだ言ってね、ぼーっと生きてると結構人生長かったりしますから、うん、墓まで持っていくにはちょっと重いよなこの荷物はみたいなそういうこともあるので、そういうなんか後処理的な部分が一番嘘をつく上できつい部分なんだろうなとは思うんですけど、まあそのきつい部分をなんだろうな、負担なくやるためにはその自分にも嘘をつきつつ、その自分を騙すっていうか、自分の中でそれを本当のことだとしなきゃいけないっていうかこれは実は嘘ではないんだみたいな形で自分の中で消化していけば、墓まで持っていく辛さはなくなるんですけど、それをやってしまうとやばいよそれをやり始めた人の末路というのはあのいろんなところで見たことがあると思うんですけど、いやーね、大変なことになりますようん、気をつけましょうね。さて、なんかあの昨日言ってたあの末っ子がやってるぷよぷよ卵がなんか昨日完成してお披露目会みたいなやつをやってましたよあの写真撮ったからあのこの辺にあれ出しますかわしが編集の時までここに出すことを忘れてなければねなんかなんですかね、殻が透明にな半透明になって、で中の白身の中に黄身がある様子が透けて見えるっていうか、でそんでいて触るとプニプニしているっていう、はい、まあ、大変面白い実験だなと思いましたね。でなんかもうその末っ子が嬉しくてずっとその卵を持って家中をうろうろしてて、ちょっとさ、ちょっとそのある程度頑丈なんだろうとは思うんだけど、あのその状態で割れたら中身を家の中にぶちまけることになるじゃんみたいな話をしてて、そうだね、しかもなんか爪伸びてるよって言って、爪伸びてるから爪が刺さったら割れちゃうでしょそれって言って、何しろなんかゴム風船みたいな状態なんでね、分かった、じゃあ爪切るって言って爪を切って、で爪を切った状態で持ったら割れちゃってあ爪を切ったことによってあの爪の端が鋭くなってたみたいで、その鋭くなったところが刺さって割れたっていう、なんかわしが爪のことを言ったせいだよなそれと思って、なんかごめんって思った完全に裏目に出ちゃったなと思って、うん、いやあのちゃんと爪を切った後にあのガラスの爪やすりっていうあのとても素晴らしい爪やすりで、あの爪の端をやすりで滑らかにしたりとかはしたんですけど、それでもダメだったみたいで、うん、ガラスの爪やすりはめちゃくちゃいいですよわしが今までアマゾンで多分そうだな1000回ぐらい買い物をしてたとして、トップ10には入るぐらい買ってよかったと思ってるものの一つですねそこまで言うならリンクを貼っておきますか、概要欄に。
あの爪のヤスリって、あの爪切りのなんか持つところにやなんか申し訳程度にヤスリがついてたりするじゃないですか。だから爪を切った後にあれでシュッシュッってやって多少ヤスったりすると思うんですけど、まあそんなのは本当になんかヤスリごっこだったなみたいなあの本物の爪ヤスリとはこういうもんだみたいな感じで、あ、これならヤスリたくなるわなっていうぐらい、その強力にそして滑らかに削れるのがガラス爪ヤスリ。これどこで教えてもらったんだったかな、忘れちゃったけど、うん、はい、まだ売ってんのかな、わかんないけど、まあいっか、後で覚えてたら。爪ヤスリ、はい、はい、そんな感じでした。いやマジで今日寒いな。もういい加減ね、いい加減このベンチコートはクローゼットの奥にしまおうと思ってたんですけど、全然ダメでしたね。ああ、そういえばなんか昨日夜9時ぐらいですかね、なんか結構でかい地震があって、いやそんなに長い時間ぐらぐら揺れるタイプの地震じゃなくて、なんかドーンみたいな一発だけドーン、グラグラ終わりみたいな。いやーちょっとビビりましたね。なんかまだわしの部屋の本棚の突っ張り棒やってなくてこれおそらくですけど、ここ最近起きている地震、わしが突っ張り棒を設置したら余震が止まると思うんですよだからね、なんか早くね設置しないとなって、これ振りじゃないですよねえ、このままねでかい地震が起きてね、ほらーつけないからみたいな話にねなっても嫌なんで、早くつけたいですね。はあ、今日はあとまだちょっと時間あるから SDGs の話をしますか。今日の SDGs、 SDGs の順番で、いわゆる持続可能な開発目標の17個あるうちのこの間7番のエネルギーをやったんで、今日は8番の経済成長と雇用ですね。目標8、包摂的かつ持続可能な経済成長及び全ての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用、ディーセントワークを促進する。まずこの包摂的っていう言葉がね、わしよく分かんなくて調べた包括的とは違うんだよなと思って、ちょっと意味合いがなんか違ってるみたいで、要するになんかあぶれる人がいないようにみたいな、そういう意味合いをまあ含む言葉みたいですね。包括的にかなり近いは近いけど、包括的はなんかいくつかあるものをまるっとまとめましたみたいな意味合いだと思うんですけど、包摂的はなんか漏れなくとかあぶれる人がいないみたいな意味っぽいですよ かつ持続可能な経済成長及び全ての人々、全ての人々、主語がでかい全ての人々の完全かつ生産的な雇用。完全かつ生産的な雇用っていうのは何なんですかね。完全な雇用とは不完全な雇用と完全な雇用の違いなんですかね。そのちゃんと労働契約を結んでいる雇用が完全な契約ってことですかね。多分必ずしもフルタイムの仕事のことを指してるわけでもないと思うんですけど、よくわかりませんね。
かつ生産的な雇用ですよ。生産的な雇用じゃないとダメってこと。あのなんだっけ、ちょっと前に読んだブルシッドジョブっていうなんか本があって、やってもやんなくても別に社会は何も変わらん虚無の仕事っていうのがあるよねみたいな愚痴みたいな本を読んでたんですけど、ブルシッドジョブみたいなジョブじゃないジョブのことですか、この生産的な雇用っていうのは。働きがいのある人間らしい雇用、まあこれもそうですか。このディーセントワークっていうのはブルシッドジョブの対局の話ですか。ねえ、を促進するって言われてもね、なんかまあ分かんないでもないですけど、雇用が前提なんですよね全部ね。で、全ての人は雇用されるべきっていう。でも雇用されるってことは雇用する人もいるわけじゃないですか。本来なんだろう、なんか全ての人々の雇用をっていう文章が出てくるってことは、ここで言うところの全ての人々というのは雇われる立場の人たちのことですよって言ってるのと変わんなくないですか。つまり SDGs っていうのは、実は全ての人々って SDGs の中で唱えてはいるものの、 SDGs を気をつけなきゃいけないのはあなたたちですよっていう、なんかこうその人でありながら人でない人たちみたいなのが別に存在することを示唆していませんか。そのわかんないけど。いやだってそのなんて言うんですかね、もっと企業を促進するとかの方向に行ってもいいんじゃないですか。いや、もしかして他の開発目標の方にあるのか、それは。企業を促進するみたいなやつないよね。うん、そういうことなんですよ。つまり民に向けて多文書ってことでしょこれ。民ちょっとそれはそごがあるな。何ですかね、何か天井人っていうか、天井人ってことないですよね、その雇用主ってことですよね。要するに雇用主はなんか別カウントみたいな雰囲気を感じてしまいますよね、この短い文章から。うがった見方ですけど、多分もっとね、そのこんなことできたらいいな、でも世の中で誰もやってないよなっていうなんか思いつきがあって、なんか自分ならできそうな気がするって思ってる人が気軽に創業できるような地盤作りっていうかあれば、でしかもそのそこにお金を貸してくれる人とか団体がもっとたくさんあれば、こんなこと始めました、手伝ってくれる人募集してますって言って雇用が生まれてくるっていうのが、まああるべき姿だと思うんですけど、なんか今ある会社にね、もっと人を雇いなさいっていうよりは、もっとなんかどうでもいいっていうのはちょっとあれですよ、言葉のあやですよ。どうでもいい仕事で起業した人がたくさん生まれて、なんか手伝って気軽にその辺にいる人に手伝ってって言ってこう賃金が発生する方が嬉しい気がするんですけど、うん、まあ実際もうすでにね、そういう仕組みはなくはないわけですよね、みんなやんないだけで。なんかちょっとねえ、なんか1億円ぐらいのお金が必要な仕事であればやるぞって言いさえすれば、多分その事業計画書とか作って目論見を作れば、政策金融公庫とかからお金を借りて
今日からあなたは経営者ですみたいなことになるわけですよね。そういうこともできるわけですけど、そういうのなんか やればできる状、日本だけかもしれないですけどね。あ、もうなっちゃったわ。なんか結構盛り上がるな SDGs ってはい、なのでちょっともうちょっとあれした方がいい気がしました。なんかマイクロファイナンスだっけ、なんだっけ、違う なマイクロなんかあのアフリカの方の人たち、アフリカは多分その政策金融公庫みたいなものがそんなに多分、いやこれ完全にイメージで語ってるので申し訳ないんですけど、あんまり充実してないんだと思うんですよ。だからなんかその先進国とかでその金が余ってる人たちがなんかスマホとかでなんか5万円とか貸しますみたいな。でそうするとそのアフリカとかで5万円とか貸してもらえると、なんかいきなりもう事業が開始できると。もう仕入れもできれば、そのなんだ、場所も借りられるし電気代も払えるみたいな感じらしいので、結構助かるらしいんですよね。でその何年か後にその5万円を返しますって言って、なんか軌道に乗ったので返しますみたいな、まあ、そういう今格差があるので、格差を利用して、まあ、金が余ってるところからもうちょっと活かせるところに貸してあげるみたいな取り組みもあると聞きましたよそういう流れがなんか活性化していく方が最終的には雇用が増える気がするんですよね。だからもっとね、みんな借金をしまくれということだと思いますよ、はい、みんな気軽にお金を貸そう、借りようみたいな、寒い、キューブが冷たいもうさ、それはもう次のシーズンまでないと思ってましたよ、この冷たいキューブを回すってはあ、いや、でもなんか寒い時期に結構言ってましたけど、暖かくなったら本気出すみたいなこと言ってましたよね。なんかそれがなんか実際暖かくなってきたから、いろんなやる気が出てきましたねちょっと次の冬が来るまで頑張ろうっていう気持ちに今なってます。はい、じゃあバイバイ。